フラビウス・ワレリウス・セウェルスは、ローマ帝国の西の皇帝。イリュリクム出身の軍人だったが、彼に近いガレリウス・ミカドが、マクシミアヌステイに推挙したことにより、305年に、ローマ帝国の西の副帝となった。セウェルスは、属州出身ながら、能面からわかるように、古代ローマの有力氏族の一つ、ワレリウス氏族の血を引いていた。ローマ帝国の西方領土を、 共同統治する西の聖帝はコンスタンティウス・クロルスであった。306年にコンスタンティウス・クロルスが死去すると、その息子コンスタンティヌスが自身の軍団に押されて聖帝となると宣言したが、ガレリウス・ミカドの推挙によりセウエルスが聖帝となった。続いて引退したマクシミアヌスの息子、マクセンティウスがローマで反乱を起こし、ガレリウス・ミカドはその鎮圧に セウェルス帝を向かわせた。セウェルスは以前はマクシミアヌス帝に仕えていた軍団を引き連れて首都メディオラヌムからローマに向かった。マクセンティウスはセウェルスが来るのに怯えて父の助けを借りることにし、マクシミアヌスを共同皇帝として政帝に復帰させた。このため、セウェルスの軍団がローマに到着して城壁を取り囲んだ時に、軍団はセウェルスの元を離れて再び、 マクシミアヌス敗下に加わった。セウェルス帝は南高不落のラベンナに逃走したが、マクシミアヌスが体の安全を保障したことを受けて降伏し、ローマ近くのトレスタベル内に遊兵されることになった。ガレリウスミカドはマクシミアヌスと息子、マクセンティウスを鎮圧するため、307年に地震で兵を引き連れてイタリアに侵攻した。この時セウェルスは処刑された。 別の資料では、ラベンナで処刑されたとされる。息子フラビウス・セベリアヌスによりセウェルスケは、残ることとなった。ありがとうございます。